皆さんこんにちは、ヨッピーです。今回は今年はありません7月ディズニーシー最新ルール5選でお届けしていきます。さあ6月も後半に入ってきます。早いですね。今日はね、7月パークがどうなるのか予測していきたいと思います。これから行く予定がある人はぜひとも参考にしていただきたい内容となります。では早速行ってみましょう。今日の目次です。1、7月の見どころ。2、混雑予測。3、パークチケット。4、アトラクション混雑状況予測。5、アトラクション休止情報。ということでね、今日は7月の情報盛りだくさんでお届けしていきますので、ぜひともね、最後まで見てくださいね。では行きましょう。1、7月の見どころ、ご説明いたします。夏のイベントがスタートします。しかしということで、今回ね、7月のカレンダー作りました。はい、前半にね、結構いろんな予定がたっぷりと詰まっております。まずね、7月1日ダッフィー新作グッズが発売されます。パチ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 ということで、この日ですね、欲しいグッズめちゃくちゃあります。詳細についてはまた別の動画でお伝えしたいなと思います。そして2日、夏のイベントがいよいよスタートです。めちゃくちゃ暑い夏がやってきます。そんな時にぜひとも水をたくさん浴びれられるイベントとなります。そして5日短縮営業日となっていて、6時半終了です。なんでこの日はね、皆さん気をつけてください。6時半までです。次、11日新作グッズが発売されます。これね、結構注目のグッズなんですよ。はい。で、17日この日もね、新作グッズが発売という風になります。で、7月はですね、まあこの後もお伝えしますけれども、やっぱりまだね、梅雨の時期ということでもありますので、まあ天気によってもね、パークの混雑状況とかはかなりね、影響されるんじゃないかなと思っております。ではね、早速夏のイベント見ていきましょう。まずこんな感じ。ディズニーシーはね、今回アクアトピアとびしょ濡れタイムがパーク内各所であるというふうになっております。アクアトピア、夏場は最高です。こちら7月2日から9月18日までびしょ濡れバージョンに変わります。そしてプライオリティパス対象になりますよということになります。なのでプライオリティパス対象のアトラクションはこの時期ね、増えるというふうになります。昨年もね、存分に遊んできたんですけれども、まあここでね、皆さん、まあ見ていただいてなかなか分かりにくいかもしれませんが、かなりね、びしょびしょになります。もうね、それがね、なんか途中から心地よくなってきちゃいますね。はい、こんな感じ。やばいですよ。もうピョ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 とね、もう正面からね、来ます。はい、これビフォーですね。私乗車前、はい、乗車後びしょびしょになりました。もうこの T シャツはね、ちょっとダメになっちゃいましたね。はい、でびしょ濡れタイムですけれども、こちらはね、涼みたいゲストにキャストさんがクールミストをかけて回りますよというようなイベントになります。個人的にはね、やっぱやっぱりこれよりもアクアトピアがいいと思います。ぜひ乗ってください。そして去年最高に可愛かったダッフィーフレンズのスマイル&ファンなのですが、今年はね、ないんですよ。はい、まさかということでね、去年大人気だったと思うんですけどね、今年ないです。で、今年ね、7月2日から9月18日まで夏のプランって書いてあるんですけれども、C はですね、どうやら水上パレードはなさそうな感じなんですよね。これないの本当に。はい。で、今年の夏はまあないのかなっていうね、ちょっと困ってますね。ですので結構ね、6月中に終わるイベントっていうのが大変多いんですね。それがまずこちら、ディズニーシーフード&ワインフェスティバル。これね、かなり最高で、私大変大好きなイベントになっていて、毎回いろんなフード楽しんでます。で、あとこれも終わっちゃうんですね、ファンタジースプリングススペシャルグリーティング、もう6月いっぱいで終了です。いやー、結構ね、寂しいですね。そうすると水上グリーンもしかしてないのっていうことです。また何か発表あったらお伝えします。次、 Believe Sea of Dreams でございます。こちらはね、7月開催時間は8時15分からということで、ちょっと遅くなりますね。5日のみ休止というふうになっておりますので、覚えておいてください。私もね、6月後半に楽しみます。次、スカイフルオブカラーズ打ち上げ花火、なんとありません。9月18日までずっと休止というふうになります。どうやらね、風の向きの影響があるらしいです。
はい、次ビッグバンドビート A Special Treat ということで、まあ、ビッグバンドビートはですね開催時間はこうなっております。5日以外1日5公演です。そして5日だけこの日ね変則営業になりますので4公演というふうになっております。なのでぜひ皆さんねこちら覚えていただいてビッグバンドビートを楽しんでいきましょう。次ジャンボリミッキー、最近めちゃくちゃ暑くてね終わった時サウナに入ったみたいな気分になったんですけれども、開催時間こんな感じです。5日以外は1日3公演になります。しかも夕方以降、よかった、5日のみ2公演ということで、まあダンサーさんにとってもねミッキーミニー皆さんにとっても大変良い時間帯なのかなと思います。ということで7月のイベントぜひ皆さん楽しんでいきましょう。2つ目混雑予測やっていきます。ということでこちら7月の混雑予測になります。7月はですね傾向というのはいろいろあります。まあ、1日この日ダッフィーフレンズの新作グッズ出ますよね。なのでこの日はねかなりダッフィー好きが集まる日になるんじゃないかなと思います。そして7月はね前半の方が空いてるかなっていうふうに考えております。はい、なのでね、これらね丸についてるところは基本的には空いてると思います。そして土日ですね、土日はやはり混むと思います。で特に13、14、15このあたりはですね、3連休となってますので初日ねめちゃめちゃ混むというふうに考えています。そしてそこからですねもう混雑はどん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 増してくるかなと思っていて、特にね、まあ、20、21これ以降はですねもうお子様のねいよいよ夏休みというのもあると思いますので、もうねかなり子供が多くいらっしゃるのかなと思います。そして27、28このあたりもね夏休みということで大変混むと思います。最も混むのは13、20だと予想します。混雑傾向はこんな感じ。1日ダッフィーグッズ初日のため混雑すると予測します。5日は短縮営業日なので空いてるかもしれません。3連休の13、14あたり大混雑の可能性があります。22日以降夏休みに入りお子様のインパが増えると予想されますので、ぜひ大人の皆さんも覚えておいていただければなと思います。子連れのね皆さんもぜひともこちら覚えていただいてパーク楽しんでいきましょう。次パークチケットについてご説明します。はい、パークのチケットの価格はこんな感じです。基本的にですね後半に行けば行くほどパークのチケット価格は上がっていきます。はい、なのでね後半の方が混むのかなっていう予想にもなっております。はい、で1日から5日、8日から12、16から19これらはね8900円、そして土曜日は全て19000円、高い、いけない、頑張ろうということですね。で日曜日については9900円、そして14日は19000円、それ以外は9900円です。そして、月曜日もね後半になるとちょっと値段が上がってきます。そして、22から26平日も9400円、そして最後の29、30、31は9900円です。なのでぜひ皆さんね前半に行けるだけ行っちゃいましょう。はい、で、今回ですねファンダフルディズニーのパスポートあるのかなないのかなっていうことでね、頑張って調べてみました。はい、個人的にはねあるんじゃないかなって思ったんですけれどもありませんでした。はい、なのでね9月はねありますよということで、ぜひねこのファンダフルパスポート使っていきたいなと思います。ぜひね早く出て情報が出たらまた皆さんにもお伝えしたいなと思います。4つ目アトラクションの混雑予想をやっていきましょう。はい、ということでこちらはですね6月14日の人気アトラクションの混雑状況を表したものになります。はい、今まで作ってた図に4つの新しいファンタジースプリングスエリアのアトラクション加えてみました。さてどうでしょうか皆さん、これ見ていただくとわかると思いますが、赤い日っていうのがね赤い時間が80分以上のものを指してます。でオレンジが50分以上、そして、10分20分30分はね黄色にしてます。で見ていただくと分かる通り、まあ新エリアはですね基本的に10時以降じゃないとね、乗れない、まあ厳密に言うと9時半からのねスタンバイパスがあるようです。でこう見ていただくと結構ねファンタジースプリングスエリアのアトラクション混雑時間伸びてます。めっちゃ伸びてます。なのでね、スタンバイパスの発行枚数っていうのは明らかに増やしてるんじゃないかなと思っております。特にアナ見ていただくと1時、2時、3時、80分、100分、80分っていう時間ね、そして6時は120分ということで、もうラインカットしちゃってますね。
で、ラプンツェルはまあまあ落ち着いてます。まあ20分、30分ですね。で、混んでるとき55分とかになっていて、まあ、始まった当初とはね、考えられないぐらい時間は伸びてます。で、ピーターパン、ネバーランド、アドベンチャー。これらはね、55分にもなってますし、結構伸びてますよね。で、ティンカーベルのビジーバギーはなんと、お昼以降からね、スタートという感じですね。で、シス調で動いてない時間もありました。で、最大110分にもなってます。長い。で、通常のアトラクションに関しては、ソアリンはですね、95分から110分っていう風になってます。はい、朝ですね。で、そこから70分ぐらいで、まあ、明らかにですね、ファンタジースプリングスできてから待ち時間減ってるっていうのがわかると思います。はい。で、トイストーリーマニアも同様ですね。90分、85分が朝一。そしたらその後55分ぐらいの待ち時間です。なので、トイマリね、今後 DPA なしでも乗れるんじゃないかっていうワクワクが私にはあります。次、インディ・ジョーンズ。35分、朝1、そして60分。まあ、そこから45分、40分ぐらいのね、待ち時間になります。レイジングスピリッツは、朝1、10分、そして45分ね、で30分、40分ぐらいの待ち時間になっておりました。そして夜になれば10分、20分ということでめちゃくちゃ緩やかです。でセンターに関しては朝1からかなり混みます。なので、まあ、朝ね、パーク入って右側の方に向かう、センター行く、ソアリン、どっちかに行く人っていうのは結構多いってことですね。で、だいたい60分から65分ですね。でそこからまあ50分ぐらいの続いていって、だいたいね、夕方以降になって緩やかになっていく。というのが、まあ、センターオブジアスの特徴でございます。はい。ということでね、見ていきますと、まあ、7月の傾向としてはね、はっきりとしたものがこうなると思ってます。ファンタジースプリングスができたことによって、ソアリン、トイマに混雑は緩和され、平準化される。もっとね、緩やかになるというふうに考えてます。ファンタジースプリングスのスタンバイパス発行枚数は増加傾向があり、キャンセル拾いっていうのはますます難しくなります。100分以上の待ち時間は今後も多く発生するんじゃないかなと思っています。新エリア以外のアトラクションはね、狙い目ですね。特にアクアトピア、今日触れてませんですが、こちらもね、大変混雑予想されるかなと思いますので、ぜひね、40周年のプライオリティパス使ってみてください。5つ目、アトラクションの休止情報を見ていきましょう。7月のね、休止アトラクションショーはこういった感じです。マーメイドラグーンシアターは引き続きやってません。シンドバッドストーリーブックボヤッジもやってません。フランダのフライングフィッシュコースターは7月19日から7月30日まで休止というふうになります。そして、セバスチャンのカリプソキッチン、フードトラック、ブルー、レッド、どちらもね、フード&ワインフェスが終わって、止まりますよというふうになります。はい。といったことでね、今回の休止、アトラクション情報は以上になります。いやー、アリエルいつ帰ってくるんでしょうね。はい。ということで今回の情報いかがでしたでしょうか。皆さんがこの情報を見ていただいて、パークで素敵な時間になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。そして、インスタグラムもフォローしてください。TikTok も最新情報いろいろ載せております。また、X 一番最近更新してるよ。見てね。そして、ノート、こちらもよかったら見てください。では、今日のよっぴの一言です。ということで、7月の情報どうでしたでしょうか、皆さん。ディズニーシー、ファンタジースプリングス、かなり盛り上がってますけれども、通常のね、ディズニーシー全体としては、イベントはちょっと緩やかになるっていうのは、ちょっと残念ではあるような気はしますね。なのでまたね、最新情報待っていきたいなと思います。で、なんかね、最新発表された情報によると、7月1日に出るね、ダッフィーグッズに、ダッフィーのね、ぬいぐるみバッジ、加わりました。いや、めちゃくちゃ欲しい。で、それを持って、ダッフィーに会いに行きたいなと、非常に思ってます。で、あとね、最近ちょっと、カチューシャ派ではない私なんですけれども、買おうかなと思ってます。オラメルのね、可愛いカチューシャこの前見つけて買おうかと思ったらやめちゃったんですよね。でもなんか今すげえ欲しい。皆さんどう思いますか？買おうかなと思います。ということで今回は以上です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. またね。バイバイ。